吉田さん、まあ、暗号通貨にしても他のことにしても、私にチャンスというか有益な情報が回ってくるのは、私が常に発信をしていたからでしょうね。発信というのは要するに集客活動ですよね。影響力をつけて自分の商品とか自分の紹介する会社とか自分の引き合わせたい人とかに興味を持ってもらうってことをやってきたかと思うんですよ。まさにこれビジネスじゃないですか、で最初は暗号通貨ってものに関して、例えばね、発信力がある私とかが何かの暗号通貨を紹介するときに変なものを紹介したら、多分その紹介者としてのね関係ってのは切れると思うんですよ。だから二度と久保さんに紹介してもらえなくなるから、変なものは紹介しないとこうみたいになると思うんですよ。まあ、それでもね、あやふやなものは来たりするんですけども、その上で私は暗号通貨に関しましては本当にね、いいのしかお話してこなかったなと思いますね。途中でね、詐欺的な、なんか暗号通貨を預けたら増えるよみたいなのあったんですけども、それはちょっと置いとくとしてですね、暗号通貨単体としてはおすすめしたのはエーダ、ビットコイン、イーサリアム、リップル、このぐらいですからね。だから要するに有名な通貨しかおすすめしてなかったんですよ。でその有名な通貨は未だに不動の地位を持ってますし、私が発信することによって影響を受けて買った人もまあ儲かっちゃってるわけなんですよ。現時点ではね、含み益を持ってるんですよ。だから余計に私の発信を見てくれるってことが続いてて、その間にビジネスがさっさっさっと刺さるってことなんだろうなと思うんですよ。でもちろんね、私はね、やっぱ基本的には投資から始めるんじゃなくて小さいビジネスから始めること、これはね変わりません。小さいビジネスをマスターしたら、それによって大きめのビジネスをしてる。具体的に言うと5万10万を稼ぐようになったら、やっぱり100万200万を稼げるようになっていく、これ月間でね。で大きなビジネスになった時に、次の段階として投資の世界にその余剰資金を持っていくのか、余剰資金を持ってそのビジネスをさらに充実させていくのかっていうふうに分かれると思うんですよ。多分現時点では吉谷さんは投資に自分がえっちらおいっちらっていくよりも、ビジネスをもっともっとね拡充させようっていう意識なんだと思います。そういう意味ではビジネスのアスリート、まさにそのものだと思うんですよね。今だから、まあ、巨人に入ってるか阪神に入ってるか分かりませんけども、大リーガーになろうとしてるところじゃないかなと思うんですよ。そしてゆくゆくはフリーエージェントとして世界中の球団を渡り歩くようなね、そんな世界一のフリーエージェントになっていくんだろうなと思います。でこれが終わったら、そうですね、例えとしては難しいんですけども、自分の球団を持つみたいな感じの球団オーナーとかね、それがまあ言ってみればビジネスから投資に移り変わっていくっていうのと、まあ似てなくもないのかなと思いますよね。ただ私はやっぱりね、ビジネスはそんなに嫌いではないんですけども、なんですかね、トマ・ピケティさんの資本論、新資本論を見た時に、ビジネスで稼ぐよりも投資で稼いだ方が時間効率むちゃくちゃいいってところ、これがね本当に腑に落ちてるんですよ。投資っていうのは、要するにお金がお金を生むわけでしょ。だからある一定のお金があったら、そのお金を増やした方が早かったりするんですよ。例えば100万円しかない人が年利でね 10% って言っても年間で10万しか儲かんないんですよ。でもここに1億円あったらどうですかってことなんですよ。ね、1億円あったら 10% で1000万割れるわけですよね。だからそこそこ金額があったら、もうねビジネスみたいな不確定要素のあるところではなくて、もう硬い商品、投資もなんか不確定要素ありますけどね、で万が一投資にかけたお金がなくなっちゃった場合、ビジネスがいつでも機能するわけじゃないですか。だから私はそういうものがありますよね。投資でお金を全部ねすってんてんになっちゃった、でもリスクヘッジをしてますんですってんてんになることはないんですけども、もしね投資で何もかもうまくいかなくなっちゃったりとか、何かの原因で投資に関するお金が全部ね凍結されちゃったみたいなことになったら、私はまたシンプルにビジネスやったりとかセミナーやったりとかすればいいかなと思ってるんですよ。でそれすら通用しなくなったら、私は介護士をやるつもりがいつでもあります。明日から介護士をやるっていう覚悟もできてます。まあ、ですんでね、結局はこんな自分になりたくないってものがないんですよ。別にホームレスまでやった私ですからね、借金も3000万を超えて持ってた私ですから、そこに戻っても振り出しに戻っただけなんで、特にダメージがないんですよね。だからそういうふうな振り切れているってことがすごく大事なのかなと思いますし、これから犯罪に手を染めることは私ないでしょうけども、まあ今までもなかったんですけどもね、ただ逮捕されて牢屋に入ったっていう経験を持ってしたら、そこまでは何の心理的な圧迫もなく変動もなく受け入れられるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、要するに今までの人生の幅っていうのが許容論になってるのかなと思います。だからその許容論の中で何が起きても私には苦労や努力がつきまとってるとは思えないんですよね。多分その許容量を超えた時に自分の限界っていうのが見えてくるのかなと思います。例えば借金で言ったらね、5000万とか1億の借金に私は耐えられないかもしれません。ただそこまでの借金の予定はもう今後ないんで、多分知らずに終わるでしょうね、これからね。
万が一ですよ、私がなんかね、なんか凶悪な交通事故とか起こして、で全面敗訴してね、裁判でも、それで賠償金を3億円とか要求されたら、多分その時は心理状態変わると思いますけども、私もね、だから車運転するのやめて運転手を雇おうかなと思ってますよ、本気で。というか私のいる地区って車がほとんど通ってないんで、運転もほとんどしないですしね、事故に遭う確率は非常に低いのかなと思ってます。でもそのぐらい思ってますよ、あの、なんていうのかな、交通事故を起こすぐらいだったら1日8000円でドライバー雇ってみた方がいいのかなとか思っちゃうんですよね。1日8000円のドライバーだったら近所の人が、誰か手が歩いている人1人ぐらいがいると思いますんで、それこそ何人かね、仮契約しといて、朝電話して今日空いてる、ちょっと1日8000円ですいません運転手お願いみたいな感じで頼めるんじゃないかなと思いますよね。もしくは全タクシーでもいいですよね、今日タクシー1日借りますみたいな感じで、あの近所のタクシー会社連絡したら多分喜んで1日付き合ってくれるような気がするんですよ。それでもいいかなとか思っちゃいますね。ということで、全然こう考え方っていうのが突飛なところに行きましたね、これがだから思考が変わるってことなのかなと思います。いかがでしょうか。変態ですね、もうね。いってらっしゃい。